おはようございます。ケンです。今回のテーマは、テスラが今、どこに向かおうとしているのか、です。ロボタクシーの展開、社内 AI アシスタントのグロック、ヒューマロイドロボットのオプティマス、そして11月に開催される株主総会など、テスラにとって大きなターニングポイントが重なっています。 これらのニュースは一見バラバラに見えるかもしれませんが、実は全てテスラの未来像に深く関係しています。ぜひ今日も最後までご視聴ください。まず最初に取り上げたいのはテスラのロボタクシーの新しい情報です。イーローマスクさんは次の展開として 1>, 1から2ヶ月以内にサンフランシスコのベイエリアでロボタクシーを展開すると発言しています。サンフランシスコはすでにウェイモが無人タクシーを走らせている都市であり、まさに自動運転の本番ステージとも言える場所です。 また、テスラは、廃車待ちの時間を短縮するために、オースティン市内での需要予測と人材採用を強化しています。例えば、AI によって高需要エリアを先読みし、車両を前もって配置する工夫が始まっています。また、現地でのオペレーター採用イベントも開催していて、テスラがこのサービスを本格展開に向けてスケールさせようとしているのが伝わってきます。では、次に紹介するのは、テスラ社に新しく搭載される AI。 グロックについてです。グロックはイーローマスクさんが立ち上げた AI 企業、XAI が開発している会話型 AI で、テスラの中でも注目度が急上昇している技術です。イーローマスクさんは自身の X 上で グロック4を来週中にテスラ社へ搭載する予定だと発言しました。これは現在のテスラ車が単なる EV ではなく AI を搭載したスマートマシンへと進化していくことを意味しています。では、グロックが車の中で何をしてくれるのか、現時点で明かされているのは、グロックが車内で自然な会話ができる AI アシスタントとして機能するという点です。例えば、ナビゲーションの設定、気象情報の確認、車両に関する質問、さらには、ジョークや雑談まで対応できるようになるとされています。これは単なる音声アシスタントではありません。GLOCK は XAI の最新モデル GLOCK4 をベースにしていて、より高度な自然言語処理が可能です。今後、テスラ社がどこまで会話可能な存在になるのか、 これが大きな注目ポイントと言えるんじゃないかと思います。一方で、このグロックには課題もあります。実は SNS 上でグロックが過去にヒトラーを称賛するような発言や反ユダヤ的な表現を投稿していたとして批判を受けた事例がありました。 問題の投稿はすでに削除され、開発側も改善を行っているとされていますが、AI としての倫理性や安全性には、今後も慎重な目が必要です。テスラ社にグロックが搭載されることで、車は単なる移動手段ではなく、AI とのコミュニケーション空間へと変わっていくんじゃないかと思います。これはこれからのテスラの魅力を語る上で、非常に大きな変化になっていくと僕は思いますけれども、皆さんはどう思うでしょうかはい。では次に注目。 したいのは、テスラが開発を進めているヒューマロイドロボット、オプティマスです。これまであまり実感が湧かなかった方もいるかもしれませんが、最近オプティマスが本格的にビジネスの文脈で注目され始めています。きっかけとなったのは、大手投資銀行、モルガン・スタンレーの分析です。彼らは、テスラが持つ従業員、約12万5000人のうち、 10%をオプティマスに置き換えた場合、年間で最大25億ドルの人件費を削減できるという試算を発表しました。この25億ドルという数字はインパクトがありますが、ここで重要なのは オプティマスが単なる研究プロジェクトではなく、実際に人の代わりとして計算に入れられ始めているという点です。モルガン・タンレーはオプティマス一体あたりの価値を約20万ドルの NPV、賞味現在価値と見積もっていて、一定の投資リターンが見込める存在と位置づけています。では実際にオプティマスはどんなことができるのか 現在、テスラはオプティマスに対して、工場内での単純作業、物の運搬、部品の組み立てなど、人手がかかる業務を少しずつ任せようとしています。最近では、ボトル締めの作業を行っている映像なども公開されていて、少なくとも性的な環境でのタスクに関しては、すでにテストレベルで動いていると考えられます。もちろん、すぐにすべての業務をロボットが担う時代が来るわけではありませんが、このように、 コスト削減効果が明確に試算されるレベルまで進んでいるということは、投資家としても大きな注目ポイントと言えると思います。オプティマスが今後量産され、テスラ自身の工場で働き始めた時、利益率の構造は大きく変わる可能性があります。製品だけではなく、働き手まで自社で生み出す、これがテスラが目指しているフルスタックの企業体の未来像なのかもしれません。では次に紹介するのは、テスラの電動トラック狭いの実証テスト結果、 についてですトラックって聞くとテスラの中でも地味な存在と感じる方も多いかもしれませんが実はこの狭いがもたらすインパクトは非常に大きなものです 今回新しく実証テストを行ったのは、アメリカの物流大手アークベストです。このテストでは、テスラ狭いを実際の輸送ルートに使い、3週間で合計4494マイル、約7232キロを走行しました。1日あたりの走行距離は平均で321マイルに達していて、商用運用を想定した非常に実践的なテスト内容となっています。 注目されたのがそのエネルギー効率です。もともとテスラは狭いの発表時に1マイルあたり約 1.7kWh という効率を示していましたが、今回のアークベストによるテストでは 1, 1. 5 5 k w ワーパーマイルという記録を達成しました。これは実際の物流現場でテストされた結果としては非常に優秀な数字であり、電動トラックとしての実用性が大きく前進したことを意味しています。つまり、より少ない電力でより長距離を安定して走れるということ。トラック業界では1%の燃費改善が数百万ドル規模のコストに影響すると言われる世界なので、 この0.15の回線幅も決して小さいものではありません。また、アークベスト側はこの結果について持続可能な貨物輸送に向けた重要な一歩だと評価していて、 テスラ狭いが商用物流の世界で本格的に評価され始めたということがわかります。さらにテスラはこの狭いの量産を今年度末に開始予定としていて、来年以降には本格納車が始まる見込みです。今まで話題先行だった電動トラックですが、こうした実運用の成果が出てきたことで、テスラの運ぶ分野にも確かな信頼が生まれつつあります。では最後にお伝えするのは2025年、 11月6日に開催予定のテスラ株主総会についてです。今回の株主総会は通常の年次イベントというだけではなく、今のテスラにとって重要な分岐点とも言えるタイミングで行われます。まず背景からお伝えすると、前回の株主総会は2024年6月に開催されていて、本来であれば1年以内に次の総会が行われる必要があるところ、 今回の発表は株主からの圧力によってようやく実現したものです。一部の大手投資家や機関投資家たちはテスラの経営体制やイーロンマスクさんの個人活動が企業に与える影響について懸念を示していて、総会の開催を強く要求していました。 実際注目される議論の一つが、イーローマスクさんの報酬パッケージです。テスラはすでにこの件について審査を行う特別委員会を設置していて、イーローマスクさんが受け取る報酬の妥当性が改めて問われることになります。さらにもう一つ、最近の話題として避けられないのが、イーローマスクさんの政治的な関与です。新たに立ち上げたアメリカパーティーに代表されるように、イーローマスクさんの政治活動がより積極的になる中で、その影響が テスラという企業にどう波及するのかという点についても株主の中で意見が分かれています。これについても先日もウェドブッシュ証券のアナリストダン・アイブスさんが取締役会がイーロン・マスクさんの政治関与を監督するべきと提案し、そしてそれに対してイーロン・マスクさんが X 上でシャラブ・ダン、黙れ・ダンと投稿したことでも大きな注目が集めました。また株主提案の提出期限は7月31日に設定されていて、これからどの このような提案が出てくるのかも注目ポイントの一つです。この株主総会はテスラの経営方針に大きな影響を与えるだけではなく、イーロンマスクさん自身のリーダーシップや立場、そしてテスラの企業イメージにまで波及する可能性を持っています。 オーナーとしても、投資家としてもしっかりと内容を追っておくべきイベントじゃないかと思います。はい。では、ここまでテスラの最新動向を5つのテーマに分けて解説してきました。ロボタクシーの実証運用と今後の展開、グロックという AI テスラ社への搭載、オプティマスによる業務の自動化、電動トラック狭いの効率改善、そして11月の株主総会、それぞれは別々の話題のように見えて、実は全てが テスラという企業がどこへ向かおうとしているのか、これを示す一連の動きです。僕自身が今感じているのは、テスラが EV メーカーから AI× ロボット×自動運転×エネルギーの統合企業へ進化しようとしているということです。 この変化の真っ只中にいるからこそ株価が上下に揺れたり世間の評価も大きく分かれていますがそれは裏を返せば未来が見えにくい時期っていうのがつまりチャンスが隠れている時期でもあると感じていますけれども皆さんはどうでしょうかぜひコメントで意見を聞かせていただければと思いますはいでは最後にテスラの株価をチェックしておきましょう本日上昇して現在305ドルとなっております はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだなく方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた通信です。真夏、今一番怖いものって何ですか 僕はですね、やはり一番怖いのは熱中症じゃないかなと思っています。冷房をガンガン使いたいけど、電気代が気になる。冷風が苦手でクーラーを避けてしまう。その結果、室内でも熱中症になる人が夏は後を立ちません。実際に昨年は夜間に熱中症で救急搬送された人が総務省の統計で約10万人もいたそうです。これって驚きじゃないですかでももし、 冷風がなくて、さらに電気代も抑えられて、部屋中が快適に保たれる。そんな空調設備があったら、皆さんどうでしょうかそしてそういった空調設備が実はあるんです。それがエコファクトリー社のエコウィンハイブリッドという次世代型の空調装置です。 この装置は、輻射熱っていう自然の原理を使って、夏は涼しく、冬は暖かくするんです。実際に僕は体感して驚きました。これは本当に未来の空調だと思います。一番最初に僕がテスラを試乗した時にめちゃくちゃ感激したんですけれども、それと同じぐらいの衝撃でした。そして、このエコウィンハイブリッドを実際に体感できるイベントを開催します。 熊本の本社で7月27日の日曜日、東京支社で8月19日の火曜日。僕はどちらも参加予定です。東京では懇親会もしようかなと思っています。ぜひね、副社熱、今の時期に体感するのがベストです。ぜひエコな空調空間っていうのをちょっとね、体感してみたいなと思われている方は、 熊本の方か東京の方にぜひ足を運んでみてください。参加希望の方は僕の LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。